チャオ、あっちゃんです。今日はね、ダイソーのジェルクリーナー、隙間汚れがきれいに取れるジェルクリーナー、キーボード、パソコン、リモコンにって、これをね、ちょっと前に買ってんけど、これのレビューまだしてなかった。しようと思うんだけど、パソコン切った状態でやらんと、キーボード押さえたらね、変なとこ触ったらあかんので、やりたいと思います。今日も寝ようかなと思って、夜3時思い出してやります。まずね、これね、開けましょう。まずね、これね、ジャンコード。切る前にちょっと見といて。ジャンコードね。いいかな？はい。これをね、これを切ります。で、これね、洗えへんねんけども、再利用はいくみたい。何回かね、ペタペタ土汚れ取ったら、また中へ練り込んどいたらね、使えるっていうやつらしいねんけど、なんかね、スライムみたいな。なかなかちょっとね、中から出てきにくいね。こんなね、ジェルクリーナーやねんけど、なんか匂いだことあるな、これ。なんか変な匂いがするんだけど、ちょっと粘土みたいな、こんな伸びるやつやねんけど、これをね、使っていきたいと思います。ちょっとキーボードがね、ちょっとすごい、まあ、ほこりが厚い。キーボードとしてもほこりつくんでね、このほこりをね、ペタペタと熱波して取っていきたいと思います。で、ニューンって引っつけて、ピロリン。おー、あ、綺麗になる綺麗になる。このね、隙間にね、熱波していくんでね。ピロリンと剥がすとね、で、これ中へ練り込んでいって、隙間へね、キュッ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 と押し込んで、ピローンと剥がすとね、わかるかな。これすっごい綺麗になってるでしょ。この辺またホコリだらけでしょ。この差、この差、これ、これちょっとね、手間は結構手間は手間やけども、結構ね、このパソコンっていうのは静電気もやし、いろんなもんでね、こうホコリがくっつくんね。このキーボード特にやりにくいんやけど、このレーダーのね、このキーボードはそこ浮いてるからね、やりにくいっちゃやりにくいんやけど、これじゃなしにね、ぺったんこ系のキーボードなんかやったらすごいやりやすいかもわからへんけど、なんかこう電源切ってやらんとね、変なキーを押してたら誤作動を起こしても嫌やね。ここはね、寝て指かいたけど、うたたにしてね、この部屋あったかいから。パソコン切ったし、これ終わったらね、ねえやって言ったらな。こんな感じで寝パしていきます。
こんな感じで熱波して熱波して取っていきます。この辺の隙間とかちょっと入り込んでね、なかなか取れへんの。ぐにゅん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 として、きれいに取れていく取れていく。意外とねこの間で挟まりそうで怖かったんけど、全然きれいにねゴミだけ取れて、うわ綺麗になった。ほらすごい。こっちのね天気の方も見ましょう。綺麗になるね。これね、いろんなこういうね隙間に入ったところの汚れが取れるというね。でこうほこりがついたら中へこう練り込んでいっといたらまた再利用効くんやって。でベタベタがなくなったらもう終わりやと思うんやけどね。あのいい感じに取れます。はい。でモニター拭くやつはまたね、静電鏡の拭くやつがあってんけど、どこ行っちゃったっけな、どっか直しちゃったよ。またね、ちょっと探してやっていきたいと思います。はい、これね、キーボードがめちゃくちゃ綺麗になる。あと、マウスはね、いつも触ってるから綺麗ねんけど、こういうね、隙間とかにも、マウスもこの隙間にね、ゴミが噛んでいくんで、熱波熱波していくとね、熱波熱波していくと、こう取れていくんで、いい感じに綺麗になるね。これちょっとこのキーボードは掃除がしにくいタイプのキーボードだね。まあ。で、終わったら、この中へまた入れておきます。で、蓋しとくと乾燥せえへんから、はい、これね、ここをね、チャックをね、ちょっとまあ空気にとくと、もうちょっとかさばるから。よいしょ。で、こうやって、きちっと取ると、空気を抜いておくとね、これで、置いとけるんでね。またこれで保存して、汚れてきたらペッタペッタペッタしたら取れるんでね。また、熱波してペッタペッタしていきたいと思います。はい。今日のあっちゃんの、ダイソーのジェルクリーナー、キーボード、パソコン、リモコン。リモコンとかも結構ね、ペコペコ中入るでしょ。隙間に。それ取るのにいいんでね。またよかったら使ってみてください。ダイソーで100円で売ってます。ジェルクリーナー、隙間の汚れ、きれいに取れました。っていう方で、今日のあっちゃんのダイソージェルクリーナーの紹介、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。また面白いの見つけたら買ってきます。